まず世界で一番強い人という曲です。この曲は私高校卒業してすぐに親の元を離れてルームシェアをしたことがあって、その時に仕事をしながら家事をやるっていう大変さを知ったんですけど、こちら買ってる部屋を見て、あ、いつも綺麗だったあのお家はすごく愛がいっぱい詰まってたなって思った時にできた曲です。ぜひお母さんお父さん思い浮かべて聴いてください。世界で一番強い人。食べていいよ。
かしんどくないですか？あのよかったら多分空いてる席いっぱいあるので前の方に来てください、ね、あの立ってる間でも大丈夫なんで。トイレとか大丈夫ですか？うん、よし、じゃあ次の曲いきます。